架橋川はそういう洪水が起きやすい川だということは、まあ、避けられないことだと思います。まあ、だからこそ、まあ、お住まいの皆さんがそういう暴れやすい、まあ、溢れやすい川の近くに住んでるのだという、まあ、自覚といいますかね、認識をしっかり持っていただくということが大切だと思っています。そう話すのは、地理学が専門で防災に詳しい金沢大学の青木達人准教授です。まず青木准教授が示したのは、架橋川流域の土地の高低を表した地図。赤や黄で示されているのが標高の高い地域で、青は標高の低い地域です。架橋川は出口のところの方がむしろ地面が高いんですね。砂丘という地形になっていて、むしろその手前のところですね、小松駅から安宅にかけてのところが一番地面が低いところになりますので、広い範囲から水が集まってきたけども、なかなか海には出ていけないので中に水が溜まってしまう状態になる、まあ、これが、まあ、架橋川の特徴ですね。またこの地図で被害が大きかった中海地区などを見てみると、山の中はかなり急に流れてきてるんですが、軽みとか羽田にここまで来て急に流れが緩くなるんですね。こちらは架橋川の川底の勾配を示した図です。軽みや中海、羽田を越えたあたりで急に傾きが緩くなり、流れが遅くなることがわかります。山の中は勢いよく流れてきたものが急に流れが遅くなりますから、ちょうどの高速道路で渋滞するのと一緒で、急に流れが遅くなるんで、後ろから来た水が全部そこで詰まっていく、水が大渋滞を起こして越水を起こしやすい場所と。加えてカーブが多い架橋川の流れの特徴などが重なり、今回の水害につながったというのです。さて、今回小松市は市内全域の10万6575人を対象に最高レベルの避難情報、緊急安全確保を出しました。ところが避難所を利用したのは最も多い時間で1447人。避難指示は妥当だったのでしょうか。指示が出たことについては私は妥当だと考えています。架橋川は今回ぐらいの雨であっても一旦堤防が切れてしまうと、低い土地のところが全て浸水する恐れがある河川であることは間違いありません。今回ギリギリ切れずに済んだだけで、切れてしまえば大水害になる恐れがあった状態なんだ。ただ避難所へ向かうこと自体が危険な場合は、家の2階へ上がるなどの垂直避難も有効な方法です。どんな基準で避難方法を選べばよいのでしょうか。それぞれのお住まいの場所についてハザードマップをチェックしていただいて、例えば50センチ以下という浸水想定であれば、多少水かさが増えたところでも1階で収まりますので、まあ、2階屋のある方は2階に避難すれば大丈夫ということになります。ところが3メートルから5メートルっていうような浸水想定になっているとすると、それはもう2階でもアウトっていう浸水なんですね。ご自身のお住まいのところのハザードマップをご確認いただいて、それに少し余裕を持たせた上で自分の行動を考えておくっていうことをしっかりしておいていただくことが必要になるだろうと思っています。